今日は21年の2月13日ですね。はい、サイカノのコスで、六道山そうです。あのに来て、ののちょっと下に入れます。六道山です。はい、ね、六道山公園に来て、コスロケします。します、はい、でこの場所なんだけど、実は言うと前回にも来てるんですよ。来てるね。そうちょっと後でその場所行くんで。はい、行きます。はい、じゃあ張り切っていきますか。行きましょう。えい、えい、おはい、行きます。ちょっと気があるんでね。はい、自転車で。交代交代。うん。はい。ちょっとあんまりスピード出さないでね。うん。はい、じゃあまずはエミさんから自転車で。はい。自転車に乗る加藤めぐみ。まあ乗るでしょう。アニメではなんか自転車に乗ってるシーンはなんか見たことなかったと思う。ね、いないね。でね、一応かあのカメラに、うん、あの指向性マイクをつけました。うん、はい、道は頭の中入ってるんで。はい。大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。はあ、出た。はあ、はあ、はあ、ここを登ってきました。暑いよ。なんかね、いや自分ねこの衣装でなんかちょうどいいぐらいだもん。暑いよ、なんか。うん。はい。うん。チャリ乗るとさ、うん、直パンになっちゃうよね。なっちゃうよ。直パン、うん、でちょっと今チェンジですね。交代、うん、はい、です。ちょっと自分が撮影です。はい、じゃあ次はエディリーが自転車乗ってみます。まあね、あの自転車乗るシーンとかないんだけどね。まあないね。ないんだけど、そう、そう、熊よけです。熊よけ。熊よけの鈴って言っていいね。じゃあ一応、うん、交代です。うん、交代。はい、塔まで。塔まで行きましょう。うん。はい。ね。ほとんどね、うん、いないね。うん、通るぐらい。おお。行かない。まあね。あと半分くらいだね。半分くらいだね。はい、半分だね。あと半分、はい、じゃあ交代しました。交代しました。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。いや大変だよ、なんか大変っていうか
結構距離あるよ。ああ、あったほら、六道山公園あと 270m。 あとちょいか、あとちょいやん。あ、そう、確かに、はい、あとちょいや、あと少しです。去年行ったとこです。はい、去年隠してたけど、もう明かします。もうね、そうね、地名はね、そう、あの、公開するところ、そう、公開することじゃ、もう別に隠しても別にね、なんもないしね。これね、この歩いてるね、シーンがね、多分ね、これすごいいいよ。これあのルスタビライザーあるからね。これあの去年のね、今頃のね、うちらのね、この動画技術だったらね、ここは行ってなかった。この今の設備だから、これね、こういう絵がね、撮れるんですよ。皆様にいい動画を流したいために、私はスタビライザーをもう導入しました。もうあんなね、あのブレブレのね、動画なんか見てたらね、あ、視聴者さんはね、気持ち悪くなっちゃうわ。あー、着いたね、やっと着いたね。じゃあ一応ここでまた三脚使って、あの公園あたりで三脚使ってショート撮っちゃいましょう。はい、じゃあ一応場所ね、はい、ここです、瑞穂町ですね、はい、うん、瑞穂町、東京都です、ね、うん、はい、じゃあ行きますかな、はい。あ、でもいいね、三味線の音色は。あ、そうでしょう、わかる。どっかさ、沼津とか行った時にさ、三味線弾いてる人いたじゃん、はい、ね、うん、それ BGM なしでさ、そうそう、やったね。やった記憶あるよね。やったやった、人めっちゃおるやん。あ、いけ、いや無理、チャリ入れない。入れないか、うん、入れないね、階段があるから無理だ。あ、無理、向こうから上がってくしかない、ね。はい、じゃあ一応ね、去年来た時は、うん、あのね、ここ多分、ね、モザイク処理されてたと思うけど、そうそう、はい、あの1年経って解禁になりました。解禁です。モザイク処理はしません。もう文化の森六道山公園です。で、ここがあの展望台です、六道山の。そうそう。で、ちなみにうちここめちゃくちゃ実家から近いですね。そうね、あの本当近所ですね、もう、うん、近所で何やってんねんって。じゃあいいや、休憩しよう。で、ここでね、ほら、加藤めぐみのさ、うん、加藤めぐみじゃねえ、ごめんなさい、12秒だ、12秒で、そう、そう、どっかさ、まあ、もういっぱいだね。あ、ちょっと空いてるとこで、そうだね、あ、もう休憩しましょう。どっか空いてるとこ、あの、木こりは、あ、木こり、あ、その向こうでいいじゃない、チャリ止まってるけど、シャリ止まってくるか。多分展望台登ってんじゃない？この人。ああ、かもね。うん、ああ、疲れたな。はい。はい。お疲れ様でした。疲れたね。うん、はい、じゃあこんな感じです。はい、じゃあ、あの展望台も後で登ります。登るよ。じゃあちょっと一回休憩しましょう。うん、はい。じゃあ一応ここでね、あのちょっと。ピクニックですな。あ、そうね、ピクニック。一応ね、あの水筒にお茶を入れて持ってきましたわ。はい、で、ちょっとここで休憩して、うん、で、あの駐車場4時までなんで、そうね、4時まで、あんまりゆっくりも知らないんで、はい、はい、じゃあちょっとお茶しましょう。お茶しましょう。でね、今ちょっと休憩してたらですね、なんとね、あの視聴者さんがいらっしゃって、なんかうちのね、ふわふわ気分のチャンネルを見てますよってね。あ、いや、すごい嬉しかったです、本当に。嬉しかったね、本当に。あの、あ、これ2回目だね、あったのね。あの、昔ほら、こう、そう、確かのイベントで1回あの見てますよって言われたのが1回目で、そうそうそう、これ2回目ですね。だね、いやいや、嬉しいですね、本当に。嬉しい限り、嬉しい限りです。じゃあ、あのね、展望台の方に行きます。ちょっと自転車ここに置いておきます。お前鍵したんで、うん、鍵した、大丈夫でしょう。はい、じゃあ登っていこう。多分4回ぐらいあるんだよね。あ、まだいる。なんかドラクエみたいだね、ここね。マスクとかしてないからさ、あんまりさ、ね、近づくとまずいなって感じするんだよね。そう、今日、だって去年の時さ、あ、そうか、去年からそっか。今頃そうだよね。あ、そっかそっか、いいのか。はい、
ドラケーの階段みたいな感じです。本当そう、ドラケーですこれ。でさ、いつもさ、これ毎回言うとさ、ここ何なんだろうね、いつも謎に思う。この扉はきっとね、あの最後の鍵がね、手に入ればね、入れるんですよ。でそこにね、多分宝箱あるね、ここ。あ、そう、宝箱。ここ宝箱あるね、きっと。あ、そうね、ドラクエって言われて。宝箱置いてね。そう、宝箱が置いてあるか、もしかしたらあのスライム君がいるかっていう。スライム君がいるんで、きっと。ここは何もないよって。何もないね。はい、着きました。はい。はい。はい、こっちがね、去年来たとこ、こっちか、こっちからね。で、こっちが、こっち東京だね。東京。で、そっち側が埼玉県。はい。ね、去年ここ来た時さ、やたら、あれ、モザイク入れまくったからね。そうね。堂々とやってます。はい。うん、大丈夫だね。じゃあ下ります。これ何なんだろう、いつも。ああ、ここね、秘密の部屋。ここ4カ所ぐらいあるんですよ、うん、秘密の部屋が。ねえ、入ってみようか。入れないでしょ、鍵かかってる。うん、多分鍵かかってる。ちょっと待ってよ、あのレアアイテムがある。それレアアイテム、ドラクエ。そう、4回あるけど、多分1つはレアアイテム、うん、で3つはね、多分あれだよね、ミミック。あ、ミミックだ、ミミック。で、1つは多分ね、あのスライムがいるだけでね、うん、スライムがいて、なんか。はい、戻ります。車まで戻ります。うん、はい、じゃあ戻ります。戻りましょう。うん、こっちから行こう。うん、オフロードね、いいと思うよ、なんか。で、次回はまた電動チャリ乗って、あの、やります。なんか去年と同じだね、なんかね、順番的に。うん、そうそう、バニューコインだもんね。全く去年と同じことやってるよ。あ、コースが違うだけで。そう、感じです。サイクリングです。
いや、やっと戻ってきてました。まだまだだけど、うん、あと下るだけなんで。うん、下ります。下ったら駐車場なんで。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、下っております。冴えないおっさんの育て方はい、 B 面はね、冴えないおっさん。はい、そうだ、この道だよ。うん、国産のうな重で勘弁してやろう国産のうな重で勘弁してやるそういうキャンうむ、はい、どうもふわふわ気分でございます。ふわふわ気分でございます。はい、いいね。作って作って、それとね、ふわふわ気分のオリジナルキャラクターをね、完成しました。はい、ふわふわ気分のね、オリジナルキャラクター、ここに入れます。はい、出して、うん、これ、料理してみたの、あゆみちゃんです。うん、はいはい、これをね、このうちね、キーホルダーにしようかなって。あ、いいねなんかね、商品化商品化あ、ほんとね、あのね、うん、だから俺のあのさ、あのメイド服があるじゃん、うん、あれ完全オリジナルだからさ。あ、そうだね、あれをさ、キャラクター化してさ。あ、いいんじゃない。ぬいぐるみとか、あとほら、うん、あとドールとかさ。あ、そうねこんなことをちょっと考えてます。はい、ね、いいと思います。オリジナルキャラクターのエミちゃんを、はい、商品化しようかなっていう、うん、料理してみたのね。はいはい、いいと思うよ。あとはさ、みんなほら著作権もんだからさ、うん、名もいじれないけどさ。あ、そうね、あれだけはオリジナルキャラクターだから。あ、そっか。はい、まあ一応2着目にね、はい、着替えます。で、ここの駐車場が、あの、4時までなんですよ。そう、4時まで、4時で閉めちゃうんで、違う駐車場に行って、それでまたこの、はい、あのね、ロケします。あの、はい、片栗の湯っていう村、片栗の湯っていう、ね、温泉があるんですよ。そこに、うん、そこに、こっちにね、すごい広い駐車場があるんですよ、はい、そこに行きます。はい、歩いて行けばすぐそこなんだけど、うん、駐車場の関係で、およそヤンプラメーキャルで、うん、ですが、うん、であの車の点はね、あの、うん、すごい慎重にね、うん、あの、自分結構毎日運転してるから。まあそうだよね、たまにしか運転しないでね、こそろけやるって人はね、まあ、かなりね、注意した方がいいかもしれない、うん、レンタカーとか借りて、あ、そう、そう、あの、うちらの動画見て、あ、ちょっと一緒にやってみたいなって思った人に真似してやってみたいなって言って、あの、ね、レンタカー借りて、うん、やる人は、あの、たまにしか運転しない人ね、うん、たまにしか、そう、結構ね、注意した方がいいと思う。そうね、あのテンション上がるからね、うん、あの、危ないんですよ、本当に。相当テンション上がると思うからね。そうそう、スピードとかね、出しすぎちゃうような傾向になっちゃうと思うしね、うっかりとしたところで多分ね、ぶつけるよきっとそうね、そういう気があるからね、うん、片栗の湯、そう、あ、いや、満車だって、マジかよ、アスレチック、マジか、マジか、そこそこなんですよ、そこなんだけど、マジか。続いて左、あ、これもしかして待ってるって、これ駐車場待ちか、これ。あ、そうだね。そうだね、そうだね、そうだね。ここすごい、こんな、いつも。いや、こんなんじゃないよ。
これ初めてこの線行くけど、そこいつもそこの駐車止めるときはね、ここじゃなくて向こう止めたときもあったけど、うん、すごいガラガラだよ。まあ本当に。だからみんなさ、今こういう状況だから行くんだろうね、こういうとこ。さよなら行く。ああ、でもいいと思うよ。うん、はい、じゃあちょっと、はい、狭山湖。そう、狭山湖来ました。はい、で、あの本当はね、さっきもしかしたらさっきのさ、うん、車載動画使わないかもしれないんで、うん、あのちょっと来る途中に、あの片栗の湯っていうのがあって、でそこの先に、まあ、駐車場、別の駐車場ね、別のところから入れる駐車場あるんだけど、そこに行こうとしたんだけど、すんごいね、あのアスレチックがあって、そうそう、まあね、すごい満車でね、もうみんな待ってたんで、だから、あの狭山湖来ました。狭山湖です。もうここしかないかなっていう。あと卵、行くとしたら卵だと、でも卵だと駐車場どこで止められるのか全然知らないんで、だからここで、ここで正解だと思う。もしかしてこの橋ってさ、うん、西武園のイベント来た時に同じ場所、同じで、同じだけど作りが同じだけで、あの場所とは違う。あ、違う。そう、作りは同じだけど、あ、ちょっと違うね。そう、違うけど、うん、じゃあ西武園でイベントが、そう、あった時に、ね、どこでやる、ショート動画。人少ないとこがいいな。もうちょっと行くか。ああ、真ん中ぐらいにある。うん、そこでやる。そこで、じゃあこっち側。あ、そっち。逆光になるかもね。はい、じゃあ一応こんな感じです。なんか橋っていうか、まあ防波堤なんだけど、うん、そこにちょっと行きましょう。そうだね、ちょっと今回の動画もこれでおしまいになります。はい、です。まあ、今回はね、六度山公園と、うん、それと狭山湖に来ました。はい、よかったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとコメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。お願いします。それじゃまた。